滋賀は子供を大切にする県。今日も町の至る所で子育てを応援する人たちが活躍しているよ。今日は東近江市で活動している古民家えところさんを紹介するよ。えところって何プリン？風情のある民家を生かして地域で子育てする町の拠点。他にも老若男女異世代が交流できる場にもなっているよ。へえ。古民家えところの中島みちるさんにお話を聞いたよ。JR 能登川駅のすぐ前にあるその商店街のど真ん中なので、地域の方々がたくさん集まってもらう拠点を目指して、まずはそのお子さんとか、まあ、子育て中のお母さんが集まる拠点を作るっていうところから活動をスタートしました。えところはこれまでの親子教室などの活動が認められ、地域少子化対策強化事業の子育て拠点作りモデル事業にも選ばれたんだ。結婚する前から、でそれから結婚してから、子供を産んでから、育てる最中も一箇所に常に誰かがいて、でいろんなお話とか相談ができる場があるといいよねっていう、そのモデルにならないかって言ってお声かけいただきました。えところの講座は幅が広いんだよね。講座ごとにそのテーマの専門家のお話が聞けるのもいいよね。どの講座が人気？一番人気だったのがやる気のお話ですね。どうやったら子どもにやる気が出てくるんだろう。小学校中学校行ってからのやっぱり子育ての難しさとかが、やる気が出ないんですとか、集中力がないんですって話に現れてくるので。あとは男の子ママの会と女の子ママの会、ものすごい盛り上がりました。いろいろこうなかなかね、思ってても日頃共有する場がなかったりしたのか、男の子あるある、女の子あるあるっていうのもすごく大人気でした。この日は孫育ち講座を開催。おじいちゃんやおばあちゃんをはじめ多くの方が参加されたよ。孫育ち講座のポイントは、やっぱりお父さんお母さんでできることには限界もあるし、まあ、ここら辺の言葉で言うたら、どうもない、だんない、大丈夫やでっていう、そういう言葉をまずは子どもたちに、でできればお母さんお父さんにかけてほしいという思いがあって開かせていただきました。参加した感想を聞いてみたよ。子供連れてきても全然大丈夫で、それがもっと子供が10人ぐらいいるんで、わーわーなってても面白いし、はい、身近に受け入れられる言葉で喋ってくださいました。自分も、はい、自信が持てたような。私は3回目か4回目くらいで、両親は初めてです。小さい子供の感情っていうのはあんまりわからないので、やっぱり要知ってある社会に勉強になりました。えところの拠点は昔ながらの古民家なんだ。この古民家は取り壊される前に地域の方が声を上げて残した建物なんだって。いろんなところからお嫁に来られた方とかで、ここが地元でない方もいらっしゃるんですけど、なんか来るとほっこりするなとか、で子どもたちも初めましての場なんですけども、馴染んでくれるのも早いですね。えところの気になる今後の活動は、授業の中には地域のおばちゃんに来ていただいて、のり巻き作りを教えていただいたりとかで、できれば地域の皆さんがちょっと今日は先生、今日は参加者みたいな形で交わっていく場で続けていきたいと思ってます。えところの講座情報や申し込みなど詳しい情報はブログをチェックしてね。県内どのエリアからでも参加 OK だよ。地域でつながり、みんなで子育てをサポート、そんなえところを覗いてみない？うん。すくすく子育てサプリは今日で最終回。子育てを応援するいろんな施設やサービスを見てきたよね。いろいろあったプリン、ぜひ活用してすくすく子育てしてほしいな。滋賀は子供を大切にする県。今日も町の至る所でたくさんの人があなたの子育てを応援しているよ。